令和渋谷の金子康之でございます。新型コロナウイルス感染症から国を守るためにコロナ感染症の被害が日々拡大しております。死亡者が確認され政府の初動ミスに国民の生活を守るのが国家の最大の役割である未知のウイルスから国を守るためにも区は国と連携して最大限の防御策を講じていただきたいと思います。マスク消毒液はどこで手に入るのか、国民は一体どうしたらいいのでしょうか。政府が官民連携してマスクを来週には週1億枚お届けしますと発表しています。これは区のホームページにも掲載されていますが、1週間経ってもまだ見かけていないよ。区内のどこで配布あるいは販売しているのでしょうか。区役所を感染地にしないため来庁者や子どもたちが安心して職員自身の命を守るために地震災害をベースとした従来の BCP 業務継続計画とは異なる対策が必要ではないかと思います。感染を防ぐ方策を打ち出すべきではないでしょうか。世界から人が集まるイベントの開催が本当に可能なのか、渋谷区内でどれほどの大規模イベントが計画されていますか、対応を検討すべきではないでしょうか。令和渋谷金子康之議員の新型コロナウイルス感染症から区民を守るために国、東京都のマスク、消毒液の備蓄については現時点では把握していません。週1億枚のペースで生産されているというマスクの配布、販売先については今後市場に供給されるものと認識しております。区民からの相談、1日あたり平均10件前後。感染防止に必要なマスクの供給につきまして、政府が来週には1億枚、国民の皆さんにお届けしますと言っているんですけれども、これについて区長から把握してないという答弁が、ありました。またそのうち市場に供給されるんじゃないかということで、まあ、そのように供給されるだろうと国民はみんな期待しているわけですけれども、先週の発表から1週間経っても配布がされている様子がないものですから、まずこれ把握してないじゃなくてですね、区のホームページに掲載されているわけですから、当然区に問い合わせが区民からあってもしかるべきでありまして、まず把握していただきたいと。マスクの件ですが、まあ、国がそういう数字を発表してますが、問い合わせているところまだ我々としては数字は把握できていないという状況です。準備をしているというところです。ご理解ください。また、私は聞いているのはそういうことじゃなくて、きちんと情報公開するってことなんですね。区民に聞かれたら答えるって、こういう姿勢は大事だと思いますので、情報公開ぜひやっていただきたいと思いますし、これからも情報公開等の手段をつきまして、この問題を取り上げてまいります。以上です。